はい、お疲れ様です。ワイズファクトリーのアンドロイドの動画になっております。今日もね、しょうもないのみの動画をつけていただいております。ピートンです。お疲れ様です。どうもお疲れ様です。お疲れ様です。今日もノンアルでやらせていただいております。すいません、僕飲んじゃった。ね、いいなぁ。お願いします。お疲れ様です。あー、くー、くー、くーじゃないのよ、もう。さあ、本日もね。はい。ハンバーグだから早く帰ってきなさいと言われております。どうも僕です。そりゃ早く帰る。じゃなくてさ、さあ、そんでご報告なんですけど、はい、あの一応来月の中ぐらいに、うん、心臓のカテーテル手術が決定いたしましてですね、ありがとうございます。予約入れてまいりました。はい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 。ちょっと連休中に、うん、検査ありましてね、はい、エコー検査ありまして、うん、まあ、検査してくれてるお姉さんのね、はい、なんかこうチュル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 こうエコーのなんかこう当ててね、はいはい、検査していただいたわけなんですけど、なんかあの息が切れたりしますなんて言うから、うん、あ、いやまあそんな、うん、まあ、やっぱりあの普通に下手なとこ歩いてるのはなんともないんですけど、まあ、やっぱ仕事とか階段とかの、うん、まあ、負荷かかると息切れたりするんですよねって言って、やっぱなんかエコーで分かるんですかなんつってね、はいはい、聞いてみたらお姉さんがね、ちょっと心臓疲れてますねつって、疲れてる疲れてるってなんすかつって聞いたら、疲れてるんですよなんかあれはなんだろうね、家、まあ、お医者さんじゃないからそういうこう診断めいたことが言えないのか、うん、でもそれとも疲れた以外の言い回しがないぐらい本当に疲れてるのか。いやでもほら心臓ねもうバタクレですねって言われるより、まあ、疲れてるの方がいいんじゃないですか。疲れですねってマッサージ来てんじゃねえんだからまあ、まあ、まあその後ね、あの診察が、先生の診察あって、まあまあもうどの道あの手術はお願いするつもりだったから、はい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 、だから、まあ、あの先生に、心臓がお疲れですって言われたんですけどって、うん、聞いてみたら、いやまあ、お疲れというか、まあ、動きがね、あの普通の人だともうちょっとこうギュッギュッと元気よく動いてるんだけど、あの少し普通の人の元気な時の半分ぐらいの動きしかしてないみたいなこと言われたんで、まあそうか、それはお姉さん言いにくいよなと思ってさ、うん、なんかそれがあの今出てるこう不整脈の心房細動が原因でなったのか、はいはい、うん、はたまた元々なっててそれが心房細動を引き起こしたのか、まあそれもあの一回カテーテルでね、あのその不整脈直してみないと分かんねんでっつって、うん、先生おっしゃるんで、どの道やるんじゃんっていうね、うん、ことで予約入れてまいりました。また6月の半ばぐらいの予定になってますんで、はいはいはい、まあ、近くなってきたら3泊4日の手術の予定、はいはい、日程がねまた迫ってまいりましたらお知らせいたしますので、うん、という感じでございます。なるほど。いやいやですよ、うん、まあ、1ヶ月ちょっとね、まあ、お医者さんの言うことを聞いて、まあ、まったりと、ね、まったりとってでも仕事の方もね結構厳しくなっちゃってるんで、あの頑張っていかなきゃいけないんで、できる限りはね、はい、ことやってきますんで、まあ、この動画のあの下の方にね、あのすずり、はい、オリジナルグッズなんかね、販売させていただいておりますコーナーがございますんでちょっとそちらもチェックしていただいて、はい、まあ、よろしければご購入なんかいただきますとね、まあ、あのそんなに、まあ、もう大儲けできるものではないんですけど、まあ、いろいろと、まあ、レースの資金なんて言ってる場合じゃないですよ、うん、あの手術の資金なんかの、あの助けにもなりますんでよろしければちょっとご利益ということで、はい、まあね、あの結構昨年はあのたくさんお買い上げいただいて、うん、まあ、最近動きがめっきりね良くないんで、うん、あのまた新作なんかも出していかなきゃいけないんですけどね、よろしければちょっと覗いてみていただいて、手に取ってみてください手に取ってみてくださいよろしくお願いいたします。なるほど、いうね、感じです。まあ、あのでご報告2なんですが、はいはい、連休の最終日ですよね、5月の6日月曜日、これはあの、まあ、10月の6日に控えております、あの、まあ、レースの方ですね、はい、マルタイ4時間耐久レースの方の準備を着々としていくということで、合同練習会、うん、まあ、僕とターさんとジュンさんで、はい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 、ジクさん2台揃いましてね、まあ、僕は一応あの、まあ、乗れんのかいということでね、 GSX-R 持ってって、まあ、無理ないような
感じで、うんうん、まあ本当にね、自分で言えばまあ 20% ぐらいのところで、はいはい、ツーリングぐらいな感じですよ、うん、まあ息切れない程度にって、うん、まあまあそこそこ乗れましてね、うん、まあ、びっくりしましたよ、全然、いつ以来半年ぶりぐらいだよね、バイク乗るのがね。そうですね、最近お仕事でも原付、お客さんの原付ぐらいしか乗らないし、うん、まあいつぶりって言ったらサーキット飯6以来ですから、うんうん、11月ぐらいだったかな。そうです、そうです。だからもう優に半年乗ってないけど、うん、まあ、パッとコース出ると GSX-R、 いや、よくできてんなこいつ、ほんと乗りやすくてさ、うん、まあ、どんなかなっていう。で、あとはもう飛ばす気もなかったから、うん、タイムこそは計測してないんですけど、はい、まあ、気持ちよくね、まあ、またしっかりと乗り込めれば自己ベストの更新なんかもできそうなぐらい、うんうん、まあ、手応えありました。あ、なるほど。ってなことだったんで、はいはい、合間見て、浜っ子ターン3号ジクサーの方ですね、テストで乗らせていただいて、うん、まあ、周回数こそ 14、15周ぐらい、だったんですけどね、まあ、体の方もあんま無理効かないんで、うん、まあ、どんなもんかなと、うん、フィーリングだけチェックしたんですけど、まあ14、5周の間に後半の方で、まあ、すぐタイムもね34切りそうなところ、まあ、言ったら33秒台すぐ入っちゃうなと思ったんですけど、まあ、33秒台ってね、まあ、ベストだって GSX-R だって33ぐらいしか出てないんだし、あ、意外とすぐ出ちゃったなと。やっぱりジクサーはね、まあ、やかんや言うても 250cc だなって感じあるよね。うん、あ、うん、だからもう初めてポンと乗ってね、ターン3好みに仕上げられた、はい、すげえ乗りにきいジクサーさ、ほんと乗って34切ってくるか、33すぐ入るなって思ったら、うん、まあ、ちょっと乗らせてもらったら32とか簡単に出ちゃうんじゃないかなと思ったけどね、うん、ただなんかね、思ってたほどターン3スペシャルではなかったんですよ。まあ乗り、思ってたよりは乗りやすかったんだけど、うん、でもやっぱ乗りにきんだよね。どうしたよ。いや、つうかね、ターン3好みになってるところがちょっとやっぱ、なんだろうね、サスペンションのセットとかさ、あとレバーの位置とか、はいはい、ステップの位置。で、まあ、よくよくターン3と話してみると、うん、俺がちょっとなって思ってるところ、ターン3もちょっとやっぱ多少改良したいみたいなところがあるらしくて、ああ、まあまあ、まるっきり好みが、違うわけでも、うん、どうなんだろうな、ここ合わせていくの難しいけど、本番はやっぱりターさんに合わせたマシーンでね、うん、吹っ飛ばしてもらって俺がそこに合わせるという形にしなきゃいけないんで、はい、集めててもらえばいいんだけど、いやーねー、なかなか面食らっちゃったよな、サスのセットなんかはな、まあ、ターさんスペシャルとはいえ、まあ、でも思ったのは結構マシーンがよく寝るし、まあ、すぐさらっと乗れてタイムもまあそこそこで、ターさんの方もああまあ要はね、まあ、ターさんに聞いたのよ、どうだったっつって、互角っつって聞いたら、まあ、いやすごいよと、人のバイクさらっと乗ってすぐ膝擦ってたからっつって、誰に物言ってんだっつって膝とかどうでもいいのよ初心者じゃねえんだからすごいよ、膝擦ってたもんってバカにしてんのかっつって言ったら、まあ、なるほど、まあ、ね、がっつり走ったわけじゃないけど体のこともあったんでね、まあ、ただ手応えはありましたよ。あ、いけんじゃないですかこれ。なるほど、そうかそうか、まあね、ただまあジュンさんもね、うん、ジュンさん、あ、まあ、ちょっとジクサーに手焼いてたかな、はいはいはい、なんか GSX-R のね125乗ってた時のキレはなかったんで、 250cc になってね、大きいのになって、まあ、ジクサーとはいえパワーもね GSX-R に比べたらやっぱ全然あるんで、うん、そこにちょっとおっかなびっくりにはなってたんじゃないかな。なあと、バイクの上でジュンさん全然体動いてなかったからさ、あ、から体作りじゃねえかな。だってもう飛ばすことなんかに関してはものすごくセンスのある人だからさ、はいはい、バイクの上で体動くようにこう、だから今2人で言ってんだけど、やっぱチョコサッペ行こうかっつってチョコサッペってやっぱね、バイクね、フィジカルよやっぱし。ね、僕もね、うん、それ考えてるんですよ。で、今通勤してる会社のすぐ近くにあるですよ、うん、チョコザップ が、うん、でちょっとね会員になっていこうかなと思って、ね、だからもう体作り、あ、もうネイルとかねやったりとか、あとカラオケも最近ね店舗によってあるらしいんで、チョコザップの会員にならないかな、なんか多いのかなみたいなね、そんな感じでしたよ。
でまあ、一応のその合同練習会っていうのはね、はい、滞りなく、うん、住んで、まあ、みんな無事で帰ってきたんだね、だからこの後は僕は手術が終わってリハビリやって、うんまあ、夏場から秋にかけてね、うん、なんとかこう体の調子戻して10月の本番にですね挑むというようなところでございますね、うんまあ、でもまあ手術終わってさ、まあ、無理せず、うん、でもほらあのなんだろう検診とかも行かなきゃいけないでしょ、まあ、そうなんだよ ね、うんうんまあ、別にあのそこは別にプロのライダーでも何でもないから、うん、あのあくまでもお仕事の方が大事ですよね。そうそうそうお店の方そうなんですよ。結構ね厳しいことになるし、ね、入院して休んでる場合じゃねっつうのもあるけど、まあ、そこはしょうがないじゃん。体直さなきゃしょうがないっつうのもあるんでね。そうそうそう本当そう思う、まあ、とりあえずちょっとこのね、1ヶ月2ヶ月はそちらの体の方をしっかり治す方で頑張っていきたいと思いますので、はい、そうですね、はい、ぜひこの後も、はい、よろしくお付き合いくださいと頑張っていきますので応援してくださいに、そうですね、よろしくお願いします、はい、じゃあ今後もしばらくノンアルで攻めていきたいと思いますのでよろしくお願いします。そうだ、はあ、おいしいおいしいか、おいしいんだよ。